パッケージはないんですけど、ペヤング、ソース焼きそば。違う、ペヤングじゃない。一平ちゃんですね。はい。もうお湯は切りました。はい。ということで、やっていきたいと思います。やっていくって何をやっていくのかな？というかね、これを作っていくんですけどね。はい。最近ですね、将棋を引退されました加藤一二三さんがですね、よくテレビ出ていますけれども、77歳ということでね、もうね、おじいさんですよね。本当は引退したくなかったそうですね。だけど降格しちゃったんで、地位がね。だからしょうがなしに。本当はもっとやりたかったそうですよ。僕最初加藤123って読んじゃってね、大変なことになりましたけど、加藤一二三さんだそうですね。東海大相模の高校野球でもですね、一二三投手というですね、2010年にいたのを覚えてますでしょうか。もうすぐ高校野球も始まりますね。埼玉はめっちゃ弱いから。あ、弱くないですけど、埼玉は全部私立だからね、今ね。昔は熊小が強かったですね。うん、あと熊谷高校ですね。頭がいい、文武両道です。そして、アギオも強かったというですね。ベスト4とかね。ベスト4いかないか。ベスト4じゃないや。ね。1975年ぐらいですかね。僕は愛媛県のですね、松山商業が一番好きですね。夏将軍と呼ばれていて、夏の大会はもう5回優勝しているというですね。最後は96年ですね。熊本工業を下してね。奇跡のバックホームなんて言われましたけど、あれこそ高校野球ですよね。群馬県も強いんですよね、前橋工業がね。前橋工業はね、公立です。結構好きなんですよ。福井商業とかね、結構強いんですよ、公立でも。公立は最近全然芽が出てない。うん、静岡高校とも強いですね、静岡って。これね、静岡って書いてあってね。古豪ですから。学校もでかいんですよ、もうね、マンモス校みたいな感じ。ぶわっと広がって、なんかね、病院みたいな感じです。僕が野球するとしたら、ポジションは、ベースでいいですね。ベース。うん。カロリーメイト。美味しい。マヨネーズとふりかけが絶妙な辛みですね。うん。これもうすぐ作ったメイクトゥーオーダーですからね。作りたて、出来たてですから。ついにヒアリに刺されましたね、男性が。で、蓮舫代表が辞任しましたね。で、ついでに稲田防衛さんも辞任しました。そっか。
陸上自衛隊が廃棄したとしていた日報が実際には保管され公表されなかった経緯が盛り込まれます。これを受けて稲田大臣は今日クーラーの修理が来ます。あのクーラーこれガスが抜けててですね、18度にしても全然効きが悪いんですね。30度ぐらいな感じがします。暑い、ガスがね漏れてるっていう。今朝の5時半ですから10時に来るそうですよ。10時に電話が来るんだ。テレフォン、テレフォンが来ます。お風呂が沸きました。もうすぐ世界陸上始まります。ボルトは最後です。ぜひご覧ください。蓮舫さん引退か。稲田さんも引退。籠池夫妻は引退。あ、引退じゃないや。籠池夫妻は黙秘だそうです。そして僕はこれから寝ます。もう眠い。目覚ましテレビって大塚さんまだ出ないんですかね。目覚ましテレビって大塚さんですよね、うん、まあ8時からはね特ダネの小倉さん、あ、小倉さんじゃない、小倉さんがねこうカツラを取る、ありがとうございますってね、特ダネ吉川麗さんとですね、ありがとうございます、今日もなでしこやりましたなんて言ってね、今なでしこやってないけどね巨人阿部がやりました。今日は橋本支部から交際を申し込まれたことを明かした上で、おはようございます。昨日漫画喫茶でズラなくしました。今井絵理子とか出てるけど、今井絵理子の時代じゃないからね。97年だから、この人はスピードって97年のね、あの後輩が好きでしたけど、よくライブ行ってましたけど、僕はスピード好きじゃなかったです。ただホワイトラバー知ってますよ。国内で初めて人がヒアリに刺されました。中国の広東省から運ばれたコンテナでした。はい、ということでですね、今日一平ちゃんね、昔松村さんが CM してました一平ちゃん夜店の焼きそばってね、マヨネーズがしっかかってて しっとりしてて美味しいです。はい、では。